ガドライブサウンドを実機で演奏したい。まだ第2弾を公開したばかりですが、第3弾を行きたいと思います。オープニングはいわゆる最初にプログラミングするハローワールドですよね。実機でプレイしたいけど、自作ソフトを動かす環境がないのでエミュレータで動かしています。エミュレータだと実機と全く同じ演奏とはいきませんが、まあこんな感じかな。これまでの動画を見てない人は、うちのチャンネルのトップ画面の再生リストのスーハミを作りたいにリストアップされてますのでご利用くださいね。そちらを見てくれれば今後も動画を追っていけますので、ぜひチャンネル登録お願いね。大層なことを言ってますけど、実際メガドライブ実機で演奏させる環境を整えるのはかなり難易度高いですよね。とりあえずの目標として PC で公開されているメガドライブサウンドを演奏できるプレイヤーやエミューなどで演奏できるよう頑張っていきます。メガドライブのサウンドは興味あるけど演奏データの作り方がわからないって人も、今後詳しく解説していくのでよろしくね。では本題いきましょうか。本当は動画をもっと煮詰めて出す予定でしたけど、あまり内容ないとダメだからね。超簡単に実機演奏用にパッケージングできるソフトが見つかって急遽動画作ってます。ソフト自体は数年前から公開されていますが、最新版が確実に手に入る方法も公開しますので最後まで見ていってね。そんな大したことじゃないけどね、公開が2020年だし、まずはメガドライブのエミューでプレイしてる画面をご覧ください。曲さえ用意できればあとは勝手にパッケージングしてくれます。では早速ダウンロードから見ていきます。 XGM ROM ビルダーというソフトなんですが、単体で配布してません。メガドライブのプログラミング環境 SGigaDK がフリーで公開されてますが、その中に入ってます。プログラムしないって人には無駄なソフトなんですが、かなり素晴らしい環境ですので興味あるなら挑戦してみるのもいいかも。今日は急遽動画を作成しました。天皇誕生日だし見てる人も多いかなと思いまして、3連休な人もそうでない人も見てくれてありがとね。じゃあまたね。